やっぱりコモさん上手くて、その僕が A に関する質問をすると全く関係ない Z のジャンルで答えたりするっていう、はぐらかしですごい面白かったですよ。見合わなかったね。マシーです。マシー、もうこの個性派ぞろい。そして自分は海屋です。あ、ちょっと似てなくもないな。冗談で言うたんじゃが。言うたんじゃがって言うけど、でもさ、テレビにさ、うん、一切出ないって言ってて、急にこの夜ヒットスペシャルにポンと出ちゃって、うん、どういう記録あるの？あと6年出られんつもりです。6年周年出ようという。あ、そう。じゃあこれはもう早くも見始めにしてみようよ、うん、そう言ったら盛り上がるじゃろ。かわいい。盛り上がるじゃろ。もうね、みんな分かってるから。これはすごい。もう一つ来たら、やっぱりこのインディーズとして出てきて、うん、このマイナーが一気にメジャーになってるこの勢い、それについて自分たちはどう思う？インド人のことはあんまり分かんないです。こいつ何言うか。俺たち言えない。インディーズってのはインド人のインド人。はい。すごいね。でも困った。もう一つぐらい質問してみたら。もう一つぐらい言ってみようかな。なんかやって、ね、なんでも国の、うん、ね、肉親の人たち見てて。あ、そうか、ね、じゃあニューヨークの父と母に。もう勝てない、もう勝てない。だわざと質問をきっかけにして違う答えを出すみたいなことをすごく真面目にやってくれて、内心面白いんだけど、一応放送面は全然噛み合ってねえじゃないかって、このインタビュアー泣かせ、司会者泣かせみたいな、なんかさ、そういう感じで僕は吐き捨てるように言ったような記憶があるんだよね。やられましたね、完全に。もうすっかり喜んでます。でもキョロッとしてますよ、本当に。ほら、うん、歌ちゃんと歌えるんですか？マリさん、これで歌を歌えなかったらただのチンピラですもの。行っちゃいましょう。行ってみたいと思います。行ってみる。例の伝説のリンダリンダ、どうぞ。うわ、一生懸命やります。この時の河野さんのね、どうね、この歌と片つまいで足のキレ、足の運び、すごいパフォーマンスだったと思うな。美しくなり、ずっとブルーハーツを支えてきた人たちはちょっと悲しいんだよね。メジャーでこういうメジャーな番組出ちゃって、であんまり知らなかった人は衝撃だったと思う。すごいなって。